今日は誰をビンタできるかな。誰も待てないですか。だから 1分2分遅刻。あどー。寝てたわ今多分社長。ほぼほぼ遅刻やこれ。あカズか。うわ来たぞ。あさんじゃないの。おはようございます。一応回しましたけど、顔は映ってないんですけど、あ、映りました、映りました。ってことは俺が5分近く揉まれてる。はい。ちょっと待ってください。あ、乗らせていただいて。もう多分第1弾がそろそろ来るかなって、急いちょっと電話しようかなと思ってた頃ですけど。いや、来始めるかなって、早い人だと。こんなの。いや、わからんよ。え？何もしないですよ。どうしてよ。前髪作ったからです。あ、そういうこと、うん、ニアワンやめろよ。え、一人だけなんですけど、ニアワンって言ったの。そう井村さんもそっちのがいいって言って。マジで。いや、誰もまだ来ないですけど。車なのか、バリちゃんは。回ってないでやるか。あ、セコも持ってるよね。調査に行ったことこのカメラ中言っていいよね。調査は知ってるって言ってるよね。島に行ったんだろ。人の船みたいな、やっぱな。毎日この時間に来とるって偉いよな、うん、すげえなって思う。ただそれだけ。え、そう、今日朝もう寒すぎて布団からも出れなかったの。寒いよ、マジで。俺知っとる。ヒーター来てるから。やばいじゃん、明らかに中に。今までどんな味があった。え、今までは結構ショウさんが遅刻が多いんじゃない。ショウが遅刻、ショウさんの大遅刻が多いんじゃない。ショウの大遅刻だったな。うん、しかもそれ1回とかじゃないでしょ。どういうボーボーみたいなやつだったな。だけどリュウジさんもなんか遅刻してきてるくせにさらっと来て、うん、あいつそうだよな、あいつそうだ、うん、なんか悪くない顔しとったら悪くないことになるような気がしてる。風だよね、あいつ、うん、なんかさあ今日は誰をビンタするかな。毎回ビンタするから週に使わないんだよな。掃除もさせる。マジで。トイレが綺麗だった。ハイエース、ハイエースか。ベトナム実習生だ。誰が迎えるか。ケンタロウさん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。誰みたいな顔してるけど、ケンタロウさんですけど。おはよう、みんなおはようね。あ、そうか、だんだんだ。おはようみんな。おレイク。トシ君も来てるもん。おはようございます。めちゃくちゃ嫌じゃん。ね、レイ君も来てたし、トシ君も来てたよ。そう、レイ君も多分これ乗ってくるんだ。どこに乗ったの。はい、これ乗っとんの。はい、トシ君は普通に来たんじゃない。マジで。おはよう、知らないですよ。あと多分全員落ちる。あと5分ある。バス組だけだね、ここで。50分過ぎにはね。ほんと、これが俺で気づかなかった。全然気づかなかったです。で、誰もいないなと思って、うん、携帯見ながら待ってたんですよ。何時から起きてんの、そのテンション。でもテンション何時から起きてる。マジで基本5時5時半とかですよ。5時起きてる。そのテンションって。もう平常心標準パッケージみたいなもんね。さあほら、これが普通の人間の反応やで。だよな、トシ君おかしいだろ、あれ。マジで、キチガイです。キチガイ。ロボットか、あれ、なんか。絶対仕切ろうよ。あれが仕事してくるから。あ、うわ。うわ。リュウジも、僕一回も直したことないですよ。正直言っとったけど。ほぼほぼ直やろ、これ。あ、カズか。これカズ。何月ね、これ。これは、この前の会議でなったんで、うん、まだそんなに経ってないんですけど、そう
これはまた文句表って書いてあるからね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14人区。岡部14人区。岡部14人区。うわ、いるよ。松田さんもいるんじゃ。あ、います。松田さんもいます。知らない間に来てるわ。おはようございます。あ、知らない間に来た。まだセーフか。まだ、まだだって今59分ですから、まだ。あと1分。うん。今の時点でセーフなんで余裕ですよ。なんかちょっと顔ってトラックみたいじゃん。同時間危なかった芸人です。これなんだ。あ、これあのサム君。なんかあ、マサン。マサン潜りますね今から。潜りそうだこじるね。あ、6時です。あ、6時はい。誰が来てない。岡部。え、待って、リュウジさんと松田さんと翔さんと健太郎さん、おはようございます。大変本やだから言ったじゃん、ハイエース乗ってきてたよ。あ、そうか、お前つまんな、お前ぶん殴りたかったのに。なんで女だったわけ。朝早く起きても損したわ。すごい。でもレイ君の場合寝坊じゃダメだから、眠ってしてくれんと、あの乗ってこれ乗ってきちゃうから。今日は面白かったな、ほんと。今日だったら美味しかった。右だってもう、右だってカンタさんもいるよ、多分。カンタもじゃあいる、多分。全員おるやん。多分いない、全員はいない。パパでいる。うわ、遅刻、カンタさん来た、来たけど、今来た。今来た。何分？1分、2分遅刻。おはようございます。あかー。今だ。なんで？はい。トシ君が応援なんだよ。本当に出てって、まだ15秒ぐらい入ってこれるよ。2分だぞ、お前。2分だぞ、お前。2分下に関係ねえじゃん、アウトだって、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。あれ ?1 分で、お前、普通会社ってな。はい。10分前集合じゃん、ボケ。ちょっと。だね。普通だろ、お前。第1号ですね。第1号はね、まあ、まだパンチは早いか。まあ2分なんで。パンチ危な。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 朝のいいところしれっといた。歩いてくるの。あと数えていくな。さっきパーと喋ってる時に、ズキニ。あ、パーと喋ってる時にズキニした。6時ちょうどし、あそこでターと喋ってる時に僕通勤してて、あ、寝てたわ今多分。社長、社長寝てました。6時ちょうどに来てターと喋ってたんで、ちょっと僕急がなと思うんで今スタッフだけして、まあ6時だったらセーフ、アウト。まあ6時ちょうどだったらセーフですけど。で、僕の後にカンタ君が出勤して、ちょっと顔写して、顔写して、もう一回説明して、カメラに向かって、え、ちょっともう一回カメラに向かって説明して。6時ちょうどに来て、カーと喋ってたので、ちょっと先、支度しなかんなと思って。お前ちょっと手震えとるぞ。寒いっすよ。寒いっすよ。確かに寒い。手震えとるぞ。めちゃくちゃ寒い。寒いっすよ。嘘苦手な子だろお前。本当は6時1分だろ。6時ちょうど。いやでもカンタさんが来た時が1分とかだから。ああ、そう。で、僕の後に2分とかだから。ひょこひょこって来て。こいつ後半度上がっちゃうな、このなんか髪濡れてイケメンやわ、なんか濡らしてきたかもしれないけど、なんかさ、少年のなんかあるじゃん、壁ドンしそうな感じの雰囲気。パーマ当てたもんで。まずかまる6トンぐらい、7、8トンぐらい。うわ、来たぞ。あ、岡部さんじゃないの。やべえみたいな顔してる。どうせちょっと予感はしますよ。いつもだったら電話来ないですよ。いつもだったら電話来ないですよ。なんで電話かかってきた。あ、誰か電話来るじゃん。翔さんです。朝今いつ来るんですか。そう
住み込み宣言。あ、この車が必要だったんだ。お前の教育に出して。僕の教育に出して。これが職長で。お前、確実にパートだろ、お前。言えちゃうもん。嫌だろ、嫌だろ、お前。さっきは現場7時からなんで。この時期、俺も出てる。こっちだって朝来とんだから。取れ高くれ。カメラの前で取れ高くれよ。すごい揺れてるもん。揺れてるめっちゃ。そう。あと何時？これ何時？14分。6時？うん。めちゃくちゃ早い。これでもうみんな揃ってるんだもんね。あ、みんなありやん。ついに社員が成長しました。成長しました。人は盛り上がりしな、まあでもお見送りで成長しましたで終わってもいいんだけどね。自習生もボコられてる。いつもこの二人いつもだから獄さん逃げてくし。いらっしゃい。いって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 らっしゃい。これだともう松田さんがちょっと出てくる。まだ松田がいた。何時今？6時半。6時半ですよ皆さん。あちゃあ。はい。何時で？まあもうこれ別だもん。もうやもん。どうした？じゃあ気をつけていってらっしゃいませ。皆さん。はい。本日。食チェック。はい。誰だったっけ？岡部さんだけはちょっと。岡部だけ？5分。あ、カンタさんが2分。岡部さんが5分。めちゃくちゃ優秀だな。はい、成長しております皆様日々。あ、おもちゃちょっと一回家帰って寝ます。社長何時から来た？いや、10分、10分前。いや、5時。一番遅刻。俺も5分遅刻。俺が一番遅刻じゃない。せーの。当たり前でーす。